どうも、おやっとさーです。鹿児島ラーメンナビゲーター入江健です。今回は南九州市で和田屋系の超人気のラーメン店があるということなので行ってきました。わっつうまいいっぱいでした。最後までお楽しみください。鹿児島市の鹿児島県庁から行きますと、県道20号線鹿児島笠出線を南薩摩市方面に車で1時間ほど行ったところにあります南薩摩市笠出東本町ラーメン喜八笠出店にお邪魔してます。こちらがラーメン喜八さんのメニューになります。今回はこの中から大将おすすめのネギラーメンに煮卵チャーシューをトッピングしました。さあ、こちらがラーメン喜八さんのお漬物になります。カリカリ食感の美味しいお漬物を食べながらラーメンが来るのを待っていると、はい、どうぞ。着丼でーす。白濁したスープから動物系のいい香りがしてきます。いただきますということで、スープからいただきます。いや、このスープうまい。スープのベースは豚骨の頭、さらに鶏ガラをブレンド。豚脳から抽出されたであろう甘みととろみがあります。さらにそこに数種類の香辛料を使ったオリジナルのタレは徐々に辛さを増してきて、そこにもうまさも生まれてきています。そんなスープからリフトアップして出てきた麺は中太ストレート麺です。さあ、すすっちゃいましょう。いや、この麺もうまい。昔ながらの鹿児島ラーメンによくあるタイプの柔らか麺に、噛めばもっちりするタイプ。スープと麺とのバランスはバッチリで、麺がしっかりスープをまとい口まで運んでくれます。スープと麺の旨味のバランスも良く、ガンガンツルツルとすすれちゃううまい麺。箸の手が止まんなくなってきています。そこで一旦箸を止めてスープをすすり、喜八さんのスープほんと美味しいなということを再確認した後は、はい、チャーシューをいただきます。いや、このチャーシューうまい。肉質と脂身のバランスがとても良く、肉感を感じながらも砕けていくタイプ。脂身からもうまさが広がり、単体でもいける超うまいチャーシューです。さあ、今度は麺とネギにチャーシューをしっかりキャッチしてまとめて口の中に放り込めば、チャーシューの砕け感、そしてネギのシャキシャキ感と麺のもっちり感がとても美味しいんです。さあ、次は味玉です。味玉をレンゲですくい、一口でパクリと食べれば、この味玉も半熟具合はちょうどよく、とても美味しい味玉です。てなわけで、中盤から終盤に向かっていくと、麺とネギがしっかり絡みつき、麺のもっちり感とネギのシャキシャキ感がとてもうまい。さらに辛味香辛料の秘伝のタレが徐々にスープに馴染み、辛味がどんどん増してきます。体がどんどん熱くなってくるのが分かってきます。そんなラーメン喜八笠出店のお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。鹿児島ラーメンの情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。さあ、本日も美味しく完食です。豚脳から抽出された旨味たっぷりの豚骨スープ、最高に美味しい。
和田屋のフランチャイズとして開業して22年目。ブラッセ大和仙台店はお兄様が経営されているそうです。わっせうまかったです。ごちそうさまでした。